レインコンディションでしたけど、えー、どんな流れでした、まあ、自分なりには様子見で入っていって、徐々にタイムを上げていくっていう形で入ってきましたね。あの最初、小室選手がかなりタイムを詰めてたんですけど、そのタイムは見てました、はいまあ、見てはないですけど、何秒離れているっていうのは、まあ、メカニックの方から伝えてもらいましたね。まあ、そ,それを上回るるタイムは出るかなっていう感じでした自信、まあ、はありましたけど、ちょっと不安なところもありましたね。 ベストタイムを出したラップはかなり決まったって感じでしたいや全然もう、ああ、だだったなって感じで、なんだろう、自信はなく5番手ぐらいかなって思ったんですけど、戻ってきたらトップっていうの知ってちょっびっくりしましたて、ねまあ、ポールポジションを通って、えー、いかがですか、気持ちは、まあ。かなり嬉しいことはありますけど、決勝は明日なんで、そ,っちにふ、えー、そ,そこで結果を出せるように頑張っていきたいと思います。